今回は2022年9月に建てられたスレを紹介します。ネカフェ生活2年目の女だけど何か質問ある？どこのネカフェなんや？場所は内緒で、コロコロ変わるし。ネカフェにシャワーある？ありますよ。場所どこや？経緯教えてよ。簡単に言うと、高校中退してそのまま家出てって感じです。辛そう。最初は辛かったです。田舎に引っ越せば家賃3万でいいのに。都会にいたいという謎のプライドが。人ばっかやろ、こだわる意味ないで。こだわる意味ないって思うんですけど、今さら田舎帰ってもなーって感じです。足臭そう。ナマポの方がええやろ、なんか夢でもあるんか。ナマポって何です？今遊ぼうや。何します？飲みかカフェか涼しくなってきたし、公園で飲みながら涼むってのどうや三択や、ちなとないや。宇宙人っていると思う？信じてる。毒親なん。多分俗に言う毒かと。おすすめのネカフェある？不潔な女は嫌いや。頼むからネカフェから出てこないでくれや。2年ってそこそこ貯金はあるってことか？使っちゃうんでないですね。顔くらいアップしろや。ワイネカフェ店員やけどあんな汚いとこによく泊まれるよな。てか普通に家持ちなよ。普通に綺麗。どうせ風、情やろ。はよまともな世界に戻れ。足オプ、おっさん定期。ネカフェで1ヶ月滞在したらどのくらいかかんの？なんでネカフェなん？アパート借りないの？なんかめんどくさいんでネカフェでいいかなって。アパート借りるよりコスパいいんか？嘘っぽいよな。ウィークリーマンションとかシェアハウスとかの方がいいやろ。逆にネカフェバイトしてたけど質問ある？立てこもり事件についてどう思う？なんとも。すぐ飽きるなや。質問ある？って言っといて質問に答えないのどうなん？足ペチいてくさ。絶対臭い。ちゃんと毎日シャワー入ってますよ。汗臭いとかじゃなくコンビニの匂いしそう。多分する。うぷ。日常は何をして過ごしとるんや？普通に街出て遊んだり、ゲームしたり寝たりしてます。ネカフェ行ったことないけどご飯とかどうしてるの？カラオケみたいに頼めるの？出てきますし、コンビニとかファミレスとかで食べてますよ。中卒が東京にいて何すんの？水商売でもすんの？それしかないですかな？見ておる？あまりしませんね。はい、ネカマ決定。こん、おじさんご飯おごっちゃうぞ。焼肉食べたい。キーマカレー好き？なんか切れてて草。カスタ、カフェ使ったことある？そこでバイトしてんやが。ネカフェの方が高いやろって思ったけど、親元離れたから家借りれないってことか。家借りられたらそれがいいんですけど、保証人とかいないし、定職ないし住所もないしって感じです。金はどうやって稼いでるの？ネカフェ生活普通に暮らすよりコストかかったわ。散々言われてるやろうけど、ネカフェ生活もほどほどで、ナマポでもなんでもええから屋根の下で暮らすようになれるとええな。臭そう。そんな臭いですかね？ちょっとした労働ありやけどワイの打ちこないか。どんな労働？着替えとか衣替えどうするんや？普通に買ってますよ。あんまり持ってないけど。いや、タンスとかないやん。捨ててるん？タンスなんかないですよ。ボストンバッグはあります。で、イッチ君の職業は何の設定で行くの？これ回答しないとだいぶ厳しいぞ。援助してもらってます。誰にや？普通にネットとかで、イケイで。体売ってるやん。ってことか、結構稼いでそうやな。なんでネカフェおるんや？って生活できるくらいなら同棲もできそうだが。ネカフェ都合いいですし、家借りるのとかめんどくさいなーって。いや、男の家に転がり込めばええやん。それがダメならネカフェやホテル行けばいいし、融通聞くのがネカフェってもんやろ。頭悪いの？知らない男の家行くのは怖い。しといて何言ってんだこのおっさん。むちゃくちゃやなほんま。ネカマにもユーモアセンスと最低限の知能は必要やね。コントかな？見て。いやだから風、情やろって、住所不定の中卒なら決まりやん。それしかないですかな？って返答見るに、まだそういう職種はやったことないんやろ。保証人も定職も住所もないのに、携帯契約してて草。親が払ってくれてるのかな？でもそんな親なら迎えに来るよね。お金の工面の面を答えられない。携帯どうやって契約してるか答えられない。荷物多そうなのに転々としてるという矛盾。三つ答えてよ。携帯なんて高校の時から自分でお金払ってますよ。彼氏は？いませんね、欲しいけど。嫌だからない言うとるやん。カバンに入る着替えの数なんか知れとるやん。捨ててるんかって聞いとるやろ。絶対嘘やん。そりゃいらなくなったら捨ててますよ。おっさん働け。言って週末会わん。設定やまあまで草。仮にパ、カツだとして衣食住全部賄えるレベルの金持ちなら、普通自宅か賃貸借りて買うよね。お金あっても定職なかったら、家とかって借りられないんですよ。もんもうなとこだけリアリティあって草。お前が借りるんちゃうわボケ。やーい、中卒倍、確かにそうですね、ごめんなさい。カカ教えて。謝ることないで。いらなくなるんやなくて、モテなくなったらやろ。着替え数着しかモテなくて、しんどいとかないのがおかしい。普通に買ってるてなんやねん。そんなのもう気にならない。私たちは買われた。相手が借りるって見たら理解できるやろ。釣りやろけどそれでもやべえな。年齢身長体重カップ教えて。月収なんぼ？住所不定で会員登録できるんか？実家の住所使ってんの？快活とか高校の時から言ってたから、会員証はあります。ワイは味方やからな。
ありがとうございます。マンスリーマンションなら無職でも借りれるぞ。中卒だけは多分ガチや。えん、と家行くのは全く違うんですよ。いつ何されるかわからないじゃないですか。誰が来るかもわからないし。どこで募集するん？ツイッターとか？ツイッターとかマッチングアプリとか。今何歳なん？ 18?24 です。高校中退してからネカフェ行くまではどんな感じやったん？最初は彼氏とかの家泊まらせてもらってたんですけど、別れて寝るところなくなってみたいな感じです。くさ、唯一面白い。ネカフェ暮らしで月の生活費いくらくらいや？前までは4から5ぐらいだったけど、今は1から2で3もらえたらいい方ですね。やることにもよりますけど。これは釣りだわ。普通に風、で働いた方が安定すると思うんだが。パ、カツが人気あるのは低スペでも稼げるからや。あーせやね、ブスがで、減るやったらチェンジ食らうもんな。ふう、社になるのは嫌だなって。やることにもよりますけどか、謎に濁しちゃうのが童貞臭くて好き。本当に変わるんですよ。24で高校中退してネカフェ生活2年目ってどういうこと？生活保護もらえばええのに。飯食べに行こうや。ありがとうございます。カカオ教えて、カッコ2回目。満喫バイトやってるけど、20歳ぐらいの区、川女さんが、シャワー室でゲリ弁巻き散らかしてて興奮したわ。結構いますよね。どういう状況？え、入店時にすげえ疲れた顔して、レジのガラス越しでもわかるぐらい異臭放ってたから、何事かと思ってんやけど、普通に泥酔してて、そのままシャワー使ってゲリしたみたいや。中退したばっかりの頃とかはまだ止めてくれてたんですよ。でももうなんかだんだん止めてくれなくなってきて、だんだんネカフェとかになってきました。おっさん、人の家に泊まるの怖いんじゃなかったの？知ってる人と知らない人の家は違うでしょ。じゃあこれからワイのこと知っていけばええやん。ぜひ。名探偵登場やん、事件解決やな。不動産会社経由じゃなければ、保証人なしでも家借りられるから頑張って探しや。女がネカフェなんかで暮らせるわけないやん、エアプすぎんだろ。意外といるよ。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは2015年3月に建てられたスレです。ネカフェ店員、かっこ女だけど質問ある？何でも答えます。仕事きつい？臭い部屋とか汚い部屋の清掃以外は楽ちんかも。クズカゴのティッシュ見てどう思う？今は見慣れましたが、最初は気持ち悪いって思ってました。ネカフェの女店員って愛想クソ悪いやつ多い。私は愛想よくしてます。フリーター？そうです。池袋の快活クラブ行ったけど、店員が早口で何言ってるかわからんかったしね。ご利用ありがとうございます。年齢21です。時給いくら？850円です。臭い人来る？不老者みたいなのが月2回くらい来る。フルフラットで全、で寝るから廊下まで匂う。退室後は2時間以上換気必須。一番困る客は？暴走する人とか他のブース覗く人かな。他のお客さんに迷惑かかるし。こっちも対応がめんどくさい。ジャズ爆音でかけてごめんね。こっちも注意するの気まずいから1回で言うこと聞いてね。グエモン、何がおすすめ？うちの店はどのメニューも美味しいよ。どの店舗でも外れないのは無難にたこ焼きとかじゃない？時給安。週何で入って月いくらくらいになんの？週5で入って13くらいかな。金額的に地方都市かな？そうですね、地方都だけ。月13万ってなかなか頑張ってるな。時給高くてやる気出るよりも、安くて簡単な方がやる気出るタイプか。休み希望出したら絶対に休み取れるところが気に入ってる。フラットタイプのレザーソファーって吹いてくれてるの？吹いてる人は吹いてます。適当な人は吹いてないですね。休み希望出して何してんの？ライブ行ったり旅行行ったり友達と遊んだりですね。バイトで一番すごかったこと。ブースの床でだ。廊下にも点々と、子が落ちてた時ですかね。ネカフェってパソコンオンリー？漫画とかないの？漫画、雑誌、新聞、カラオケ、ダーツ、ありますよ。そうか定職つくとライブには行けなくなるな。でもいつかはそうなるんだろうな。落ち着くべき年齢になったらしっかり働きます。わざわざそういうとこで働く女って何考えてんの？男の欲望を見てみたい人なの？そんな不純な理由で選んでませんよ。ただ楽そうだから選んだだけです。今すぐやめろよ。個室の中もカメラで見られてますか？通路にありますが、個室の中見えない位置にしかついてないですよ。ネカフェって何するの？家にインターネットあるのに。皆さん漫画読んだりしてますね。あとはネカフェの特典目当てでオンラインゲームとか。オープン席で DMM 見てもいいの？オープン席 PC やるお店もあるんですね。迷惑かと。席数どんくらい？200近いくらいですかね。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは2022年4月に建てられたスレです。質問ある？ネットカフェの店員だけど質問に答える。何でも答えます。一番面倒な料理と簡単な料理は？鉄板ライス系がめんどくさい。工程と時間がかかるからね。一番簡単なのはレンチンするだけのやつ、あとポテト。ブランケットって洗っているの？ファブリーズかけてる。それってごまかし。そうそうよく知ってるね。そうだよ。だって時間ないもん無理だよ。俺も学生の時ネカフェでバイトしてたからな。学生バイト多いよね。逆においおい、こいつ人生大丈夫か、みたいなおじさんもいるよね。まあ僕のことだけどさ。最近どのネカフェも漫画が減ってってない？場所取るからね。
あと個室の PC でも、電子書籍として見れるサービス増えてきてるから。だと思うよ。漫画減らして別サービスを充実させようという魂胆。ならこれからブランケットは汚れひどくして返そう。みんなもそうしよう。意図的に汚すことが続くと注意の後できんだよ。ならきちんと洗濯しろや。洗濯時間がかかりすぎる。クリーニングやレベルの設備がないとそれは無理。ソフトクリームべっこりつけて返そう。みんなもそうしよう。それで金になるよ。お前らがファブリーズしかしねえからだろ。ファブリーズの力を信じてるんだよ僕たちは。あと最近勢力拡大しまくったネカフェは、シャワー無料タオル使い放題を歌ってるが、そのタオルもくっせえのな。ちゃんと業者に依頼してんのかあれ。業者に依頼？そんなお金ないからしないよ。え、どういうこと？女性が使ったやつ干して乾かしてそのまま使ってるってこと？やば店員になろうかな。タオルはさすがに洗ってるよ。人手不足だからぜひなってほしい。男二人で入っても平気？大きめの部屋だったらいいよ。個室ブースはダメです。連続で泊まるホームレスみたいな客いる？ごく稀にいるよ。いるよいっぱいいる。そしてぱったりと来なくなるから不安になる。シャワー室の掃除が地味にきついとか聞いた。普通にうっこ詰まってたりして。シャワー室はきついね。一度なぜかシャワー室で髪染めたドキュンがいて、染料が取れなくて、ぬかと思った。寝カフェで食うカップ麺はうまい。ちょっと音と匂いが気になるけど。自由空間は最後まで無念って概念がない店が多かったな。まあフランチャイズだからしゃあねえのかもだが。パソコン使えなくて面接落とされたぜ、こんちくしょう。今回のスレはここで終わりです。いかがだったでしょうか？皆さんの意見もぜひコメントしてください。